バリバスフィールドテスターの平家です。今回はですね、北海道の新篠津村の篠津湖にやってきました。ここ最近の状況だと、まあ、2、30匹だよっていう話を聞いたんで、今日の目標は一応50匹、2時間で50匹を目標にやってみたいと思います。はい、頑張ります。ここでルールの説明です。制限時間2時間で何匹のワカサギを釣ることができるのか挑戦してもらいます。竿は2本、仕掛けの針の数は何本でも OK です。果たして名人平久江は何匹釣ることができるのでしょうか。よーい、スタート。はい、今日はマックス322のHRX で、仕掛けは基本の、おっと、早くも1匹目です。7本針。ちょっと状況がね、俺も分かってないんで、やっぱり基本に忠実に。今水深ここ5.9 メーターなんですけど、 3.5 メーターでやってます。中層です、空中戦。篠津は小さいですね、やっぱり。なんかね、ここはいないわけじゃなくて、なかなか食わないみたいなんで、まあ北海道では道場って呼ばれてるとこですからね、ここは。魚探の写りからしたら、もう入れ食いかなと思うぐらいの魚はね、結構いることはいるんですけど、そうは釣れないね、やっぱり道場は。まだ5分経ってないですが、10匹経ってる。10匹。322って結構、まあ割と強めな竿なんですけど、このちっちゃい搭載のあたりが、結構わかるんですよね。はい、ちょっと試しにそこも探ってみますか。ボトム、ここで左の竿を中層からボトム狙いへ変更するようです。ボトム、あ、ボトム釣れるな。ボトムの方がいいのかな。なんか、こういうのも即対処しないと損しちゃいますからね。ずっと空中戦ばっかりでも。いい当たり出ますね、この竿は。今延長50ミリつけてるんですよ、これ。やっぱね、つけた方が重みは分かりますね、格段に。20匹のタイムは9分55秒。2本ともボトム狙いに絞ってからはかなりのハイペースです。いいっすね。勝手にかからないから、やっぱかけに行かないとかかんないからね、これ。もともとフッキングレスポンスがいいこの穂先に50ミリ延長アダプターをつなぐことで、さらに性能アップ。かけに行く攻めの釣りに大きく貢献しています。基本よし、どんどん行こう。最近の釣果から設定した目標50匹でしたが、想定をはるかに超えるタイムでクリアすることは間違いなさそうです。よっしゃ、50。50達成です。26分45秒。
なんということでしょう。わずか26分45秒で目標の50匹をあっさり達成。これぞ名人の技、恐るべし飛楽へ。ちょうど30分経過で56匹、200狙いってことになっちゃう、これ。そうですね、大幅上方針。確かにこのペースを維持できれば200匹も十分狙えます。飛楽へこのまま突き進むことができるでしょうか。おう、ラッキー、でかい。その後もペースを落とすことなく順調にカウントを重ねていく飛楽へ。これは100匹の大台もすでに射程圏内か。釣れるとこがさ、限られてんだったらそこだけ変えればいいんだけどさ、なんかばらけてるから余計難しいね。こんな一番上の方と下のこの差、新井さん聞いてきて間違いないんでしょ。2、30匹ってのは50釣る人はめったにいない。だ揺れないように誘って、あとはもう手感度で効いてる感じですね。結局止めておくと当たり分かんないから、こう テンションかけるようになっちゃうんですよね。46分で90匹です。46分、101匹。大台の100匹も順調にクリア。依然200匹ペースを維持している飛楽へ、残り1時間余り、頑張ってほしいところです。スローダウンしてきちゃったんだ。なこともない、若干渋くなりましたね。ね、なんかノリが悪くなって。いくつ今？今135です。1時間12分200いくかな。今の150です。残り何分？残り42分で50匹いきます。50匹って普通に大変な数だからね。ここでは簡単に言うけど。おっしゃ、やっぱ最初と比べると結構シビアになりましたね。うん、シビアになってきたね。結構あのハイペースで誘ってるからさ、これに飽きられちゃうと困っちゃうんだよね。もっとスローに見せたいんだけど、もう急いじゃってるからね。170匹です。あと30匹か。綺麗だな。でかいのがあのトリプル。ダブル。いい群れが入ったのか、ここで一気に巻き返していきます。残り30分です。30分。今179。179。残り30分で20匹釣るには1分30秒に1匹ペースで釣る必要があります。これはなかなか厳しいか。しかしさすが名人飛楽へ、
ここで驚異的な追い上げを見せます。なんだこっちの竿ばっかだな。多分190。おお。この10匹はなんと4分8秒でキャッチ。一気に10分以上の猶予を稼ぎ出しました。これが名人の底力だ。これで200です。 200？ やったね。1時間39分42秒ついに200匹に到達。実に当初の目標の4倍。ポイントを自由に選べない常設小屋としては驚異的な超過です。さあ、あとはどこまで記録を伸ばすことができるのか注目です。ちょっとなんか移りが遠のいてきたね。さすがにワカサギも疲れてきたかな。残り10分です。帰るか。こんだけ差が出たんじゃちょっと よろしくない。おっと、ここで杭が落ちている白刺しの仕掛けを全て紅刺しに付け替えるようです。かなりのロスになりますが、吉と出るでしょうか。やっぱカエタさん来ますね。来ますね。やっぱり。釣れてればやっぱ回転力なんで。ウグイカなんだこれ。うわでかい。ワカサギ。なんだこれ強な。これはでかすぎでしょう。最終結果225匹です。225、はい、よっしゃーよっしゃやりました。はい、実調の方終わりました。目標がですね、2時間で50匹っていうことだったんですけど、2時間で225匹釣ることができました。ワカサギね、ちっちゃいのから大きいのまで混ざってるんですけど、まあ、あくまで小さいワカサギに標準を合わせて餌もちっちゃくつけて、こっちからこう当たりを探してかけていくような釣り方したんですけど、この322っていうちょっとファーストテーパーのね、あの先調子の竿を使って正解でしたね。っていうのはもうファフォイの中で当たりをこう拾ってかけていくような、こうまあ、どっちかって言ったらリズムの釣り用の竿なんで、それが良かったですね。ここは北海道 あの一応道場と呼ばれてる場所なんで、ちょっと弱気になっちゃいましたけどもね、一応このバリバスのタックル、これを駆使してなんとか、本当なんとかですよ皆さん。決して余裕じゃないです、本当タックルのおかげですね。今後篠津湖に来られる方はですね、自分もそうだったんですけど、状況がわからないんで、基本これはもうどこでも、まあ、定番な若さに仕掛けなんで、これからスタートしてふわふわ玉に行くとかこう持っていけば、まあ、今日はこれで通しちゃいましたけど、このミルキーピンクが非常になんかここ効くみたいなんで、ぜひこれ使ってみてください。